実はあの西武線にも秘境駅があります。今回飯能駅から乗りますのはこちら各駅停車の西武秩父行き。この電車に乗りまして西武線の秘境駅を目指します。ドアが閉まりました。西武秩父行きです。次は東飯能。東飯能では JR 八高線と乗り換えができます。東飯能を過ぎるとだんだん山深くなってきました。さあだんだん秘境っぽい雰囲気になってきましたよ。駒駅に到着。駒駅では大半のお客さんが降りていきました。大半のお客さんがこの駒駅で降りていったのでボックスシートは埋まっていましたが座ることができました。いよいよ本格的に秘境っぽくなってまいりました。かなり山深いところを走っております。阿賀野駅が見えてまいりました。実は西武池袋線の終点は飯能駅ではなくここ阿賀野駅なんです。ここから先西武秩父線に入ります。西武池袋線がこんな山深いところまでつながっているとは感慨深いですね。いよいよこの阿賀野の次が本日訪問する秘境駅です。列車は西武池袋線から西武秩父線に入りました。西武池袋線内もかなり山深かったですが西武秩父線に入るとさらに山深くなった印象です。トンネルも増えてまいりました。お出口は左側です。そして間もなく西阿賀野ですという放送が流れ始めましたが全然駅のホームが見えてきませんね。このトンネルを抜けた先に駅があります。トンネルを抜けて西阿賀野駅見えてまいりました。この先列車は右側に入ります。なぜ右側に入るかというとこの駅で列車交換をするからですね。列車交換をしない列車は普通は左側に入ります。そしてしばらく進むとホームが見えてきました。そして奥の方に何やら列車が見えると思うんですけどあれが交換列車ですね。特急ラビュー。この駅で特急列車との交換をするそうです。はい、西阿賀野駅に到着です。関東の大手私鉄の駅にこんな山深い駅があるとは本当に驚きですよね。いや一応折りたたみ傘用意しといてよかったです。構造としては1面2線ですね。交換が可能な駅となっております。先ほど特急が通過していきました。スムーズに列車交換ができたようですぐに出発していきました。まずちょっとね時刻表を確認したいと思うので駅舎の方に行きたいと思います。駅舎はこんな感じのこじんまりとした駅舎。そして階段にはスロープが設置されておりましてご親切にバリアフリーに対応しております。で駅構内踏切があるんですね。構内踏切を渡って駅舎に行くという感じです。で大手私鉄ではなかなか見ない簡易改札機、自動改札機はありませんし駅員さんもいませんので無人駅です。そして乗車駅証明書発行機がありますね。ちょっと記念にもらっていきましょう。いやしかし私鉄の乗車駅証明書発行機初めて発行するかもしれません。こういう風に出てくるんですね。レシートみたいな感じの紙に西阿賀野駅発行と書かれた乗車駅証明書が出てきました。いや関東の大手私鉄にねこんな乗車駅証明書発行機があるとはね思いませんでした。今の時刻が16時46分でさっき乗った電車が、15時42分着の、西武秩父駅、次が16時8分発ですね。ということであと30分くらいですかね。まあ、駅の外に出てみたいと思います。いやちょっとやばい、雨が。カメラ濡らすとね壊れてしまいそうなのでちょっとカメラ濡れないように気をつけて外に出たいと思います。駅前にはちょっとしたロータリーがあります。で車がここまで入ってこれるようになっておりますね。でここに駅前にはトイレが設置されております。かなり立派なトイレですね。電気もついております。管理している人がいるわけですね。駅は無人ですけど管理している人がちゃんといるみたいです。時間帯によって有人とかなのかな。そういうわけではないな。当駅には係員がいませんときっぱり書いてありますので、ずっと基本的にはこの駅は無人駅ということですね。まあ、ちょっと 駅の周りちょっと散策していきましょうか。登山箱があります。登山箱があるということはこの駅は登山客が利用する駅ということでしょうか。普通の民家はどうもありそうな雰囲気ではないですけどどんなものがあるのかなちょっと見に行きたいと思います。いやーすごいな。これが西武の駅前の風景ですよ。西武鉄道ですよ。あの大東海、新宿、それから池袋とか通っている私鉄ですがこういうところも来るんですね。実際西武秩父線乗ったのは初めてじゃないんですけど、まあ、途中駅で降りたのはもちろん初めてなんで、いや改めてこうやって途中の駅で降りてみると西武秩父線の山深さが分かります。で駅前の道ちょっと下ってくるとですねここに
駐車場と、それから阿賀野中学校生徒用 自転車置き場というのがありました。あ、この近くに中学校があるんだという感じなんですけど、まあ、車も自転車も、まあ、今日は日曜日だからかもしれませんが、本当に数台しか置かれてません。車は1台もないですね。あ、まあ、駅の近くに民家はありそうな雰囲気はないと言ってしまいましたが、ちゃんとありますね。あ、民家はございます。そしてこの橋を渡っていきたいと思いますけど、これは何川っていうのかな、まあ、分かったらテロップで今載せたいと思いますけど、おー、綺麗だな。水の色がとても綺麗。この橋は西阿賀野橋という橋だそうです。駅名と一緒ですね。で、何川かっていうのが判明しました。北川というのが分かりませんけど、まあ、そういう名前の川でした。で、今川を渡ってきたんで現在地はここら辺なんですけど、まあ、このマップを見てもね、有名な建造物はないですね。自治会館とか、それから神社とかありますけど、すごい有名な建物があるというわけではなさそうです。もちろんコンビニとかスーパーマーケットとか、そういった商業施設はほぼなさそうです、この辺り。で、阿賀野渓谷徒歩10分って書いてありますね。阿賀野渓谷バーベキュー徒歩10分ということで、ここから10分のところに渓谷と、バーベキューがね、やれる場所があるみたいです。そういうバーベキューをやる人とか登山に行く人とかが西阿賀野駅を使うってことですかね、まあ、あと地元の人も使うと思いますけど。で、しばらく進んでいくと車通りの多い道が現れました。で、ここを 右に曲がっていくと西阿賀野駅につながってるんですけど、ここ通る車どんどん素通りしていって、全然ここ曲がって西阿賀野駅方面に行こうとする車は現れません。まあ、ここにね、西阿賀野駅入り口とは書いてありますが、まあ、ここを曲がっていったら駅があるっていうのは、ちょっとここ普通に走ってるだけじゃ分かんないですよね。あ、でもちろんコンビニとかはないんですけど、一応ガソリンスタンドはありました。で、やっぱり駅から離れるとですね、結構建物が多いですね。民家が多いです。駅前の方が建物が少ないという感じですね。ちなみにここの住所は埼玉県飯能市です。それではちょっと駅の方に戻っていきましょうか。いやー、すごいよな、本当に。何度も言いますけど、あれ西武線の線路ですからね。なかなか私鉄でこんな山深いところを走る路線ないですよね、大手私鉄でね。いや、さっきはザーッと雨降ってましたけどね、今パラパラパラっていう感じです。天気が不安定ですよね。山深いというのが天気からも分かります。お、ちょうど電車が発車していきました。この先にトンネルがあるので警笛を今鳴らしました。いや、いいタイミングで現れましたね。飯能方面の飯能行きですかね。西阿賀野駅に戻ってまいりました。当駅の標高は 244.6m。 ホーム上に水道があるのが私鉄らしいなと思いました。それじゃあね、西阿賀野駅の方面戻ってまいりました。だんだん辺りも暗くなってきまして、電気がついてきました。現在の時刻は16時5分、あと10分ほどです。で、今10月の1日なんですけど、4時台でこの暗さですね。どん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 日が短くなっていってるのが分かります。まあ、せっかくなんでホームの端っこまで行きたいと思います。結構ホーム長いですよね。いや、ここら辺の雰囲気すごいな。本当に秘境駅という感じですよね。山に囲まれてて、その山と山の間にホームがポツンとあるといった感じです。西武鉄道の駅なので、ちゃんと非常停止ボタンが、ね、設置されております。本当にすごい秘境駅とかだと非常停止ボタンないですからね。まあ、ここは西武鉄道の駅なんで設置されております。ホームの端っこまでやってきました。ものすごい山奥の駅ですけどね、実は、まあ、通過はするんですけど、元町中華街とか東急線とかに直通する列車もここ通ります。エストレインという列車ですね。ここから東急線とか東京メトロ線、それから横浜高速鉄道みなとみらい線まで直通列車がここを通るというのは感慨深いことですよね。まあ、ここから先入ったらね、ダメなんでここまでにしたいと思いますけど、ここに謎に車止めがあるの分かりますかね。これ何のためにあるかというとですね、安全側線と呼びます。もし列車が暴走してしまってブレーキもかけられない状態になった時に、ここのポイントでこっちの車止めの方にいきなりこう分岐することで、電車をわざと脱線させて暴走を止めるといった仕組みです。それを安全側線と呼びますが、この駅には安全側線が設置されております。いや、本当に西武鉄道の駅とは思えない静かさですよね。雨の音と、それから川の音しか聞こえないです。なんか放送が鳴り始めました。そろそろ電車が来るのかな。あ、来ますね。カンカンカンと鳴り出しました。
これで西武秩父まで終点まで乗車します。ちなみに西阿賀野駅の一つお隣小丸駅は西武鉄道で一番利用者数の少ない駅です。普通西武秩父方面行きの列車ってこっちの右側のホームに止まるんですけど、まあ、さっきはね特急との交換があったためこっち側のホームに止まったわけです。それじゃあ西武秩父行き乗車したいと思います。ドアが閉まります。次は小丸です。この電車はワンマン運転です。The next station is 小丸。